はい、こんにちは。次からパネルディスカッションになります。タイトルがパブリックエンゲージメントと公共性。お名前だけご紹介します。森本誠一さん、フランチスカ歌手さん、鈴木圭一郎さん、山本哲也さん。ということで、順番をお任せしますので、よろしくお願いします。そういう理解は一体何を示唆するかというと、一
日本の政治において実は公衆が不在であるうまく関われていないそういった現状認識を示唆しているんじゃないかというふうに話を進めたいと思います。では次にいきます。まずパブリックエンゲージメントって何よって話です。でこのパブリックって言葉ですが公共的って訳すのが一般的だと思います。ただこの言葉さっきも言ったようにかなり広い言葉でパブリックハウスなんて言った場合にはお酒飲むところだったりするんです、これもパブリックだって言われます。あるいは読書サークルといったようなリーディングパブリックみたいな言い方をするときにはそういう、一緒に集まって何か勉強する人たちそういう共同体のパブリックと言います。あるいは国民一般国民関与って理解するときには国民って理解しているんですね。でパブリックっていうのはそれだけじゃなくて政治的議論が行われるような議会とかそういった場所であったりとか国際事案が扱われるような、国連とかそういった場面も、公共的っていうふうに理解することがあります、これは人々に関するというラテン語のパブリックスというその言葉の意味の捉え方に対応してこういうふうに違いが出るんだというふうに理解できると思います。で、エンゲージメント。これは関わることを参与すること、そういうふうに日本語では理解しますけれども、もともとは契約とか制約とか、婚約とか、そういったことを意味するんですけど、結びつきといったことを意味して、でこの点にフランス語から輸入された知識人などの社会への参与といった意味合いもここでは考慮されているだろうと思います。で、言葉自体から見るパブリックエンゲージメントの、曖昧さっていうのを確認しています。さっき言ったみたいにパブリックっていう言葉は、いろんな理想を持っている言葉で比較的です。で、パブリックなものあるいは人に対する、パブリックな人に対する誰かの関わりという意味なのかパブリックな人が、行う参与のことなのかが分からない。つまりこのパブリックっていうのは対象なのか主体なのかっていうのはこの言葉だけ見てもちょっと分からないんじゃないかという意味です。そこで、パブリックエンゲージメントの主体は誰なのかっていう話になります。で、イギリスではどういう解釈されているかこれを引用これは引用です。これ、ナショナルセンターオブ、ナショナルコーポレーションセンター、ナショナルコーポレーションセンターパブリックエンゲージメントとかいう機関があって、研究機関というか、そういうところがあって、パブリックエンゲージメントを推進しているんですけど、そこで定義を出しています。それが、パブリックエンゲージメントというのは、多数の仕方で表現され、それを通して、高等教育、大学教育とかそういう高等教育、研究の成果、や活動といったものが一般大衆と共有されるパブリックと共有されるで産業というのは、定義からしてつまり関わるわけだから総合的だと思っています。こういうような相互作用と傾聴、市民の声に耳を傾けるといったこういう相互作用っていうのを含んでいてでなおかつお互いのみんみんな利益、みんみんな関係というのを目的としている、そういうふうに理解しているわけなんですが、総合的と言っているんですが、まずパブリックというのは高等教育と対比されていて、一般会社のことだということです。で、総合だと言いましたが、研究者が研究成果を社会に還元するという一方で、大衆の反応が研究にフィードバックされる、そういう総合性なので、やはりここで強調されているのは、パブリックエンゲージメントにおいては、研究者が主体というか、研究者が主体ということです。主体は研究者だ。じゃあ主体は何だ。結局、イギリスでは研究者が主体的にパブリックエンゲージメントを実践していて、その主題は、研究者の地位を社会の中において活動する。社会の中にアピールする。そういう点に損しています。日本においてはどうかというと、引用です。これは小林
て、むしろ社会が一体何を望んでいるのかっていうのに科学政策っていうのは答えないといけないんじゃないか、そういう問題意識が今重要なんじゃないか、そういうことをここでは指摘しています。で、そういった意味で市民が政策決定に関わらないといけない、はい、でそれを科学技術への公共的関与というふうに小林先生は依頼します。でここに至ってはもはや市民と科学的成果をこう共有することによる社会の還元といった側面は問題じゃなくなっていて、重要なのは市民的熟議の公共権による政治という可能性がパブリックエンゲージメントによって見通されている、こういう見通しがあるということです。でじゃあその場合主題は何かというと熟議に基づく政治の実現です。これは一つの資料でちょっと、お渡ししたレジュメだとちょっと見にくいかもしれないんですけど、ここまでで、とりあえずイギリスと日本の違いっていうのを見てきました。で先ほど見たように小林さんはパブリックエンゲージメント実践で市民の熟議による政策決定への参与、こういった意味での公共的参与を重視しています。でそれは日本にそういった一般大衆というか、公衆の存在がないから、そういう認識が彼にあるからじゃないか、そういうふうに僕は理解しました。で、ここにあるのは原発事故の以前以後 の資料なんですけど、ここで足立さんという人は、国民の不信が全然回復していないということを問題視していて、これですね、これがどちらかといえば賛成する、科学者を信頼する、で信頼している、これだけ信頼していた人が原発直後こうなって、まだここまでしか回復していない、だからもっと科学者は国民に関わって理解を得ないといけない、そういうことをここで指摘します。そういったわけで、イギリスでは BSE だとか、遺伝子組み換え食品の時にはそういうふうにうまくパブリックエンゲージメントを採用したのだから、日本でもそれをモデルにして、うまくやらないといけないんじゃないか、そういうふうに言います。ただここに見られるようにこれもともと数値高かったのは原発事故によってガーンと下がるわけですけど、じゃあなんでそもそもこんな高かったのかっていうのは問題にできるんじゃないかと思います。つまりこんだけ高かったのはそれだけ国民が科学政策に対して無関心で、科学者に対して依存していた、悪く言えば依存していたからじゃないか、そういうふうにもこのグラフが読めると思うんですよ。でそう理解するだけにやっぱり報酬が不在しているっていう観点はあるんじゃないかなと考えています。スライドのペースこれで改めて取ります。でこれにあたって新たな問いがあります。パブリックエンゲージメントの主体は誰なのか、その主体は何か、そういうふうに取り入れました。そういうふうに考えてみました。イギリスではどうだったかっていうと、主体は研究者であって、科学的認識の共有による大衆との相互作用、これが主体でした。日本では市民が主体で、主体っていうのは中国に基づく政治参与でした。それにもかかわらず、こういうふうに違う、主体が違うんですけど、それにもかかわらず、パブリックエンゲージメントっていうのは、誰か、こういうふうに主体は市民だなんて言ってても、誰かある専門家、研究者による関わりっていう契機を持たざるを得ないんじゃないか、そういうふうに僕は考えています。で、その場合に市民の主体性っていうのは、果たして中和されてしまうんだろう。つまり、イギリス的なパブリックエンゲージメントと、日本的なパブリックエンゲージメントは、互いに必要な契機を含み合っているんじゃないかと思う。でそういった際にも、市民の主体性っていうのはあり得るだろうと、僕はあり得るんじゃないかと思います。でその場合主体性っていうのはどういうふうに考えられるか、これも考えられるかなと思います。その場合主体性の獲得っていうのは一体何を指すのか、これも考えないといけないんじゃないかなと思います。この場合ですね、主体性は中和されてしまうのかと取りました。おかしい。
った意味で市民というのは、何らかの意味で専門家の助けというのを必要とするんだけど、それは、市民が導きを必要としているということを果たして意味するかというと必ずしもそうじゃないんじゃないかというのが考えているんです。むしろ誰か専門家が、非専門家を導いていくというようなふうに考えるとしたら、そもそもそういう主体性というのが獲得できないんじゃないか、そういう問題意識が、とりあえず僕にはあります。で、こういった困難さを的確に言い表していると僕に思えるのは、啓蒙とは何かという著作でいうを書いた、18世紀のドイツの哲学者であるカントです。どういうことかというと、これ最後です。誰かある人のある人を貢献人として、その人の考えというのに依存して考えている限りは、こういう、異性的な状態から脱することはできないというふうにカントは考えます。つまりカントが必要だと思うのは、自分自身で考える、あえて考えること、それをカントが必要だと考えていて、それをカントは啓蒙という言葉で理解します。で、カントによると啓蒙に至るのに必要な条件はただ一つです。すなわち公的な理性使用、つまり、公共っていう場合において、自分勝手に考えるんじゃなくて公共っていうのを踏まえた上で、理性を使用すること、それについて自由が保障されること、これだけが啓蒙の条件だと考えます。この立憲現状に話を持つとどうなるかというと、単なる市民が主体的に実践するというのは難しいかもしれないと考えます。それは、何らかの専門家が非専門家に関わるという基準を持つからなんですけど、ただしそれは専門家が非専門家を導くということを必ずしも害にしないのであって、さらに言うと、その際専門家がここに専門家いらっしゃいますけど、専門家が求められているのはおそらくですが、さっき言ったような法的な理性使用というものに対する自由をあらゆる人々に自覚させながら、そうした自由が社会的に確立されることの必要性が、そういった必要性を訴え続けること、これのみなんじゃないかというふうに考えます。で、こういう問いを立てて、あとでちょっと能力研究者の人にちょっと応答を求めたいなと。一般の人々が公共的
えば、そのイギリス の, あのビーコンズプロジェクトというパブリックエンゲージメントの方に方向をやってた、ところでは、あのこういう図をあのプロジェクトが終わった後に、作ってまして、どうした時が関わるのかというその、まあ、ポテンシャルなステークホルダーとか、まあ、パートナーというところで、まあ、シビルソサエティですね、まあ、市民社会で一般の、まあ、パブリック、一般の人々とか、まあ公的なセクターとかビジネスとかで、その中にいろいろこうコミュニティドプレイスというのは地縁とかですかね、まあ、地域のコミュニティとか、まあ、利害関係のあるコミュニティとか、こういう、まあ、NGO とか、あの健康とか、そういうものに関わるエージェンシーとか、こういういろんなあのものが関わっているんだという、まあ、モデルのことに、特にあのこれからもう少しあの具体的にお見せしますけれども、大学っていうのがそのパブリックエンゲージメントにとっては重要な役割を果たすんだというのがイギリスのモデルなんですね。ですから、そのエンゲージ、まあされたユニバーシティというのは、どういうものなのかということを、まあ、一つ一つは取り上げませんけれども、あのイギリスの場合はこう考えているようです。でこれをあの分かりやすくというか、まあ、簡潔にまとめると、先ほどの山本さんのやつにもありましたけれども、例えば、ハイヤーエデュケーションファンファンディングカウンセルフォーイングランド、HDFCE とか、ナショナルコーポレーションセンターフォーパブリックエンゲージメントなんかのモデルだと、やっぱり PE ってパブリックエンゲージメントっていうのは高等教育機関とかに、あの研究機関とか専門家に関わるもので、専門家の方にそれが必要でしょっていうことを促していくような、モデルだったりするわけです。ですから、まあ、PE を進めていくっていうのは、あのその研究者だったり高等教育機関なわけで、でここに分かれてませんけれども、あの特に分野としてはあの科学技術に関わるよう なところが多いというのが特徴です。でなぜそれが必要なのかっていう理由付けを求めると、やっぱりあの税金であったら研究してるんだから、あの一般の人々に対して、研究の成果であったり研究の内容を分かりやすく説明するのは当然でしょっていうところで、まあ、あの日本なんかだったら最近サイエンスカフェっていうことがよく言われてますけれども、アウトリーチっていうことで言われたりしてますけど、まあ、そこら辺に近いのかなというふうに感じています。ただ私が考えるパブリックエンゲージメントっていうのはそれにとどまらなくって、もうちょっとこう広く人文社会科学的な問題だったりとか、そこからもっと広げていくと、その社会とかその共同体とかっていうのを作っている中で、その政治的にこう関わっていく、参加していくっていう、そういう主体とあのなるという意味で、あのパブリックエンゲージメントがあの必要なんじゃないかなと思っているわけです。下に挙げているのは、私があのいろいろこう最近考えている中で思っていること、それからあの山本さんのところでも出てきましたけれども、あの小林忠さんなんかが、書いたり言ったりしていることをあのまとめると、大体、こういうふうになると。つまり一般の人々が、公共的な問題に対して、関与していくと。ですから、まあ、国の主体はあの高等教育機関とか研究者でなくて一般の人々なんだという考え方です。で、なぜそれが必要なのかというと、まあ、ここの理由付けは必要なんですが、社会の在り方を決める上ではあの本来必要なこと。なぜ必要なのかというのはこれからちょっとその問題提起をいたします。で、あの私と小林さんあの並べてて非常にあの何ていうんですかね、あの勝手になってるんですが、小林さんはでもどちらかというとあの科学技術の方に、関心はあのシフトというかその体重は乗っかってて、あのそこら辺の私と小林さんとはちょっとあの立場が違うところです。で、私が手がかりにしたくて、特にあの山本さんであったりとか、まあ、司会してくださってるあの寺さんなんか、ハーバーマスの東京市の広告展開に、まさに読書会で呼んでられているかなって、ここら辺から示唆を得られたらなと思って、今回、あのこういうあのパネルディスカッションに提案をしたんですが、私もちょっとこうあのパラパラと読んでると、あの簡単に内容を私なりにご紹介をすると、まあ、ずっと歴史的にこう見てくると、まあ、ヨーロッパの例ですけれども、代表的に、まあ、語源の公共性という、時があって、それはあのまさにあの今日私この準備せずにあのネットカフェに行って、このイノさんとかっていうわけのわからないあの前々言ったんですが、あのそうです、フランス革命の前ぐらいの、 あのフランスの処刑人の話なんですね。シャルル・ランディ・サンソンとかっていうあの、まあ、歴代にあの2番目にこう人の処刑に関わったっていう、マリアントナ・マネットとかもあの見張りだったそういう人ですね。で、まあ、この人なんかまさにこの、 あの代表的具現の公共性の、人だな。ちょっと歴史的に言うともう18世紀ですから、だいぶ、これがこう変わってあの壊れてきているところですけれども、要はあのちょっと高貴な人々、権力を持っているというか、その、人々と、そうでない人々とこうっていうところがあのこうはっきりと立ち振る舞いであったりとか、こう文化とか
服装とかそういうものでこう分かれているところ、ただそれを、一般の人々っていうとあれですけど、こう市民の領域というかこう側が少しずつあのこう切り取っていくというかこうあの獲得していくわけですね、あの権力というか、まあ、そこら辺の用語を私はやっぱりしっかり読んでないので、あのすごくいい加減な言い方をしてますけれども、でこのどういうふうになっていくのかっていうと、まあ、コーヒーハウスであったりとかカフェであったりとか、まあ、いろいろ国によっても違うと思いますけれども、まあ、市民がこう集っていろいろ読書会やったりこう話をしたりとか、いろいろ文芸的公共性というものが出来上がってきて、そこからさらに政治的公共性ということでこう政治に関与していくっていう流れができる。ただしこれが例えばマスメディアが出てきたりとか、その、まあ、なんですかね、権力の側と言っていいのかな、その市民というかこう一般の人々の間がこうだいぶこうあのこう交わってくる中で、公共性の社会的な構造が変化していく。で結果として文芸的、政治的なあの公共性というのはこう喪失してしまうんだと。これはかなり私の解釈が入っているので、あのハーバーマスの言っていることというのはなんか私なり の, あの理解だと思ってください。そう言わないです。いい加減なこと言ってなんてことになりますので、で、何が必要なのかということで、あ、ちょっとあのこれ行き来するともうあれなので、あのこれ出しながら話しますけど、今のはまあヨーロッパを表にした話だと思いますけど、じゃあ日本の場合どうかっていうと、あのそもそもこんなあのものを経てなくって、最初からずっとあのなんですか、ごめんなさい、あの代表的文献の公共性のままなんじゃないかという、見方もできると思うし、私はそう思ってるんです。まあ、ともかく、今何が必要なのかというと、私はですからパブリックエンゲージメントじゃないかなと思っているんですが、ここからじゃあ文芸的公共性とか政治的公共性というものを、まあ、獲得してその醸成していくためにこのパブリックエンゲージメントという考え方が使えると思っていて、で具体的にはどういう方策が考えられるのかというと、ここ写真出ているのはそのタイトルの時にお見せした町ライブラリーだと大阪府立大学といって、大阪の難波にある、ちょっと変わった図書館なんですけども、ここ会員制の図書館で、図書館ができた時の蔵書は0冊なんですね。で0冊の図書館って一見すると矛盾しているように聞こえるかもしれませんけれども、実はそれはその利用する人たちが本を持ち寄って本が図書館を作っていくんだっていう考え方なんです。でここではこういうふうに定期的に定期ですけれども、まあ、頻繁にイベントが行われていて、その何かジャズのイベント、セミナーなり対話の集会があれば、ジャズとか音楽に関するものをみんなが持ち寄ってきて、ワイワイガヤガヤ、まあ、軽食を取ったり、場合によってはお酒を飲んだりしながら話をすると。でこれはハーバードなんかというところのこう文芸的な公共性というものにこうつながってくるものなんじゃないかなというふうに思っているわけです。はい、あと1分で分かります。それで、まとめますと言ったけど、もう一回これを出して何を言おうとしたのかちょっと忘れてしまいました。何だったかな。
考えたいんですけども、まあ、だからパブリックエンゲージメントの定義と日本型の定義みたいなのと、まあ、イギリスの定義みたいなのに言ってもらいましたけど、どちらかといえば日本型の定義の問題意識に近いんですかね。私があのパブリックエンゲージメントに興味を持っているのは、まあうんまあ、パブリックエンゲージメントがどういう定義かということは関係ないですが、自分としては公共の問題になんかおそらく積極的に参加する必要があるような気が漠然としているんだけども、そうでもないと。どうしたら積極的に参加するようになるのか、そういうことについて考えてみたかったので、ちょっとパブリックエンゲージメントの人たちと一緒に、人たちとというか私も一部なんですが、考えていると。で、公共の問題に参加するということで、私は何を言おうとしているのか、まあ、政治的な問題に参加するとか言ってもいいんですが、それもちょっとよくわからないんですが、ただですね、その影響の範囲が、まあ、私だけではなく、遠近の、この遠近の点はちょっと比喩的なんですけど、遠近の他者にも及ぶような判断を伴う行為に、まあ、自覚的に、まあ、それは直接的にでも、あるいは間接にでもいいんですけど、関わるようなことをすることだと言っています。こういうことをなんか避けているようなことが気がするんですけど、それをまあしていくと。で、今は公共の問題に参加していないのか、そんなことはないと思うんですね。まあ、積極的に参加しようとはしてこなかったと。まあ、公共的な問題っていうのが、まあ、漠然と考えてますけど、巻き込まれていると。でもそ、最近それではいけないような気がして参加しようとし始めた。しかし参加の実感はあまりないと。です。どういうことか。例えば、投票行動に行くっていうのはですね、自分を超えて影響のあるような判断に参加する、まあ、一つの参加の形かなと思うんですが、私は選挙に行きます。しかしですね、私が投票するかしないかということでどういう違いが現れるのか、いずれにせよ事態は全く同じに動いているのだというような気持ちもある。投票したことで、まあ、公共の問題に参加している実感はない。まあ、その影響があるような判、遠く近くや遠くの他者にも影響のあるような判断に参加するという意味だと、まあ、投票した結果が影響として反映されていなかったら、まあ、事実参加していないというような言い方もできるし、まあ、そういう実感がないので、まあ、積極的になれないと。でこれ実は引用で、これはですね、デューイの公約は現在政治の基礎というんですが、The Public and Its Problems、まあ、公衆とその諸問題という本のですね、第4章に、公衆の、没落という章がありまして、The Eclipse of Public という章がありまして、まあ、1927年のアメリカなんですけど、デューイがこれは選挙なんか行っても意味ないよねみたいなムードを持っている人の気持ちを理解して引用しているコメントで、まあ公衆は日本にはないと思う、日本にはないと思うんだけれども、アメリカにもそもそも公衆はないよね、ないよねというかないという感覚が、まあデュイのちょっと公衆概念はちょっと特殊なのでここには説明しませんが、まあ、そもそもそういうものないよねというのは必ずしも日本だけの問題ではないと、まあ、思います。民主主義っていうのは本当にちゃんと回ってるのかなという不安もある。で、積極的に参加しようとしないことの何が問題なのか、これもまだよく分かってないんですけど、ただ現状肯定になれる危険、政治的感受性が失われていく危険、権利が失われていく危険っていうのがあると思うんですね。まあ、これはどれも似たようなことを言ってるんですけども、まあ、私は法とか制度とか習慣とかある程度政治的に判断して作られたものですとか、まあ、人間が作ってきたものの中に生きているわけだし、まあ、あらゆるタイミングにこう政治的な判断できる機会というのが、探せばあるのかもしれないんですけれども、そういうものに対するちょっと感受性が失われているのではないのか、まあ、その現状の世界をですね、ある種自然として受け取ってしまっているようなところがあるのではないのか、それがまずそういう状態にずっといるとですね、権利がどんどん奪われていってたりしても気づかなかったりするというようなことがあるんじゃないのかというようなことを漠然と感じています。だからですね、先ほど最初は、遠近と他者にも影響のある判断に関わるということが、まあ、公共の問題に参加することだと言いましたけど、判断や、まあ、ただ判断だけじゃなくて、まあ、法を作るとか制度をデザインしていくとか、まあ、法とか制度とかになってなくても慣習みたいなもの、政策に関わる機会、まあ、判断の機会というのがもう減っていくということは、それに関連する権利が及
を我々から奪われていることではないのかという不安があるわけです。で、まあ、私が積極的に参加していないというのは、すでに退化しつつあるということかなと思うわけです。まあ、退化するというか、そもそもそんなこと身につけてないでしょという言い方でもいいんですけど。で、それで、まあ、最初選挙の話をしたんですけど、まあ、別に選挙でもいいんですけど、まあ、もっと積極的に参加したいと思えるような参加があることがないかということを考えたいなと。でそれはまあどのような問題への参加なのかという、何どういう問題に参加するのかということが考えられているし、どのような参加の仕方があるのかということが考えられている。それはあの投票とか、とか消費活動で、まあ、の中でこう商品を選択するという形で参加するとか、デモとか、どのか分かりやすいけど、もっとそれ以外の全然違うやり方だってあるんじゃないのと、そういうことを考えたいし、いろいろ皆さんの意見を聞きたいなと。で今重要なのはそういうような問題ですとか参加の仕方っていうのをいくつか認めることではない。で、そしてですね、そういう、うん、参加の仕方をすることによって、まあ、能力を取り戻す、まあ、取り戻すというか身につけるということが必要なんではないかと。で、こういうことを考えた理由はですね、ちょっとですね、数日前のニュースで、ベビーカーの利用しやすさ検討開始というのがありましてですね、ちょっと読みます。公共の交通機関がもっとベビーカーを利用しやすくできないか。国土交通省は子育て支援の一環として積極的に取り組んでいくとして協議会を設けて具体策を検討していくことになりました。でマークを決めようとか、電車にこういう、マークを貼ることを統一して、ベビーカーの人とかがみんな乗りやすいようにしましょうというような流れで、まあ、これはあの少子化対策とかいろんな文脈があると思いますし、まあ、いいことといえばいいことだと思うんですけど、まあ、こんなことも、まあ、これあの国会の議事とか調べたら参議院の、予算審議会みたいなところで質問してる答弁したりするような内容をもとに作ってたりするわけですけど、こういうことも、なんていうんですかね、国で統一ルールを作らないと、我々対応できないとか考えないとか、その電車に乗ってくる対処しないとかいろんな状況はちょっと嫌だなという漠然とした不安、まあ、これをこのこと自体にこれ、どういう動きがこういう法案を作るのにつながったのかとかいうことを考えると一つの、パブリックエンゲージメントの実践の形みたいな文脈で言うこともできるかもしれないんですけども、それは、まあ、どちらのディスカッションの機会があればで。私たちの、まあ、積極的な参加に重要なもの、私のって言っていいんですけど、重要なものっていうのは何だろうなと思ったら、やる気。ね、あとやり方ですね。で、やる気、モチベーション。まあ、なぜやる必要があるのか。やり方。まあ、いろんなやり方、ウェイがいくつかあるでしょう。まあ、ハウです。やる気はどこからやってくるのか。まあ、そういう問題に関与して何らかの影響を与えていくことについて、まあ、それはやらないとダメだと知ってるからね。やることのベネフィットを知っているから、こういう、やったらこういういいことがあるでしょって知っているから、まあ、これは重要だと思います。で、まあ、現実的にやれると知っているから、これが結構一番重要かなと思っていて、これは別の言い方で言うと、まあ、自分の数少ない余裕の範囲でやれることっていうことだと思います。で、まあ、アリストテレスとかは政治参加の要件を感化って言いましたけど、政治参加の要件の一つとして感化というのがありましたけど、まあ、それは暇ですとか、ね、まあ、時間的余裕、もっと言うと経済的余裕ですね。経済的余裕に支えられた時間的余裕みたいなことですけど、まあ、ただそういうものを作っていかないと参加できないというのではちょっと違うと思うわけです。むしろ現実的にやれることっていうのを、まあ、我々の少ない余暇っていうか感化の中で見つけていかないといけない。なので義務感だけではなくてですね、だけでなく日常的で手軽でなんか効果を実感できるやり方を知るということが重要ではないかと。でそのやり方ということを考えたときに、必ずしも我々の生きている時代というのは、不幸な時代ではないというような漠然とした期待もあるので、ちょっとその辺についても考えることができたら嬉しいなと思います。なんかよくわからないです。しました。はい、以上です。どうもありがとうございました。
と科学の都市の福岡でした。まず都市権限、つまりパブリックアンダースタンディングオフサイエンスアキュマリティスというのは、社会と科学との対話を奨励するための措置として、その対話を動力とか、その対話に動力する科学者の支援を求めます。 PSM ファンも理解できるように、研究過程や成果を、説明することは科学者の外部の減少せずに、むしろその特徴となり、適切な位置を与えられるべき です。大学や研究所は社会と科学との対話を可能とする設備を用意し、研究過程や成果を公的に提示できるように科学者を育成すべきです。またこのポスト権限を実施するためには、リサーチアフトンディアローグ、対話中科学という組織が設立されました。そしてリサーチアフトンディアローグが、科学の都市リサーチアフトンディアということを布告することにし、2000年を初めての科学の都市として、物理学の都市としました。科学の都市とは、毎年違うテーマを中心に科学と社会をつなげようとするもので、そのために大学や研究所が、例えば誰でも参加できる講義、ワークショップ、ディスカッション、サイエンス祭りなどのイベントを行います。投票のため、科学の都市が終わってから継続されているイベントもあります。2001年から行われている、科学の長い夜投げなくてですしゃというイベントは、その例の一つである。科学の長い夜というのは、夕方から朝まで大学や研究所で講義や実験などに参加できるものです。このイベントはたくさんの都市で毎年行われるようになりましたし、2004年からはオーストリアにも普及しています。ちなみに、科学の長い夜の前はすでに博物館の長い夜、ラミナーテンデーンというイベントが定期的なイベントとなっていて、科学の長い夜のご飯でした。で、この博物館の長い夜は1997年に初めてベルリンで行われて、実はこのイベントもパブリックエンゲージメントだと言えますが、当時にはまだ PE の効果が見えなかったのです。科学の都市を支援するのはレセンシャフンディ
立場やあの見方を、変わったりしないとあの問題の一部しか見えないことです、つまり誰かなんかドイツ語がうまくしゃべる人がありますかこの B の意味で誰か与えたくれるんでしょうかね難しいと思いますけどこの場合にはあのその意味はフォアデータですあの先を考える意図なんですはい、ありがとうございました。時間が、何分ぐらいまで伸ばしていいですか？まあ、わかりました。山本さんからフランチェスカさんまで、いわゆるパブリックエンゲージメントっていう概念そのものに対する問いから、まあ、ドイツの最新の事情まで、多角的に議論を展開していただいたと思います。早速何か質問がある方、挙手をしてで、どなたに対する質問があるかを明示した上で、お願いします。じゃあ、はい、お願いします。補足というか、はい、あの先ほど最後のところでちょっと止まってしまって、大変恥ずかしいところを教えてしまったんですが、思い出しまして、結局パブリックエンゲージメントというのは、下からの言い方自体がもう上下を前提してしまっているようで、あまり好きではないんですが、ともかく一般の人々が、獲得していくというか、その主体的になってっていう話をしたんだけれども、でもそういう話をして、これ大事だよねっていうこと自体が何かこう押し付けるというかね、こう上から物を下ろしてきているように、なモデルになってしまうっていうところで、最後にああいうモデルを私なんかもこんなこうあるべきなんじゃないかという仕方で出したけれども、そう出すこと自体がちょっとまた自己批判的になってしまうというか、そういうことを言いたくて、2つ目のスライドをあの2回とかリピートで出してたという、そういうことを思い出したんです。でこれは先に質問があればそちらの方に行った方がいいかもしれませんけど、山本さんが問題提起されたその誰がっていうその主体のところに関わってくる話だとも思うんですね。つまり B の主体って誰なんだっていう、今の話だと B の主体はみんなだよって言いながら、実はそうやって声高に言ってる私が結構良くないなと思ったりしてて、お二人にもいろいろこうディスカッションというか聞いたりとか言いたいこともあるんですが、とりあえず私は黙り込んでます。はい、じゃあ、全体に投げ返して改めて何か質問等が僕も聞きたいことがいろいろあるんですけど、
質問等があったらお願いします。はい、じゃあお願いします。誰かっていうよりは全体に対する質問なんですけど、まずパブリックエンゲージメントを、まあ、どういう言い方すればいいんですか、するあるいはすべき、そういうモチベーションっていうのはどういうことなのかっていうことをちょっと聞きたくて、つまりなんていうか少し似てるかなと思ったのは、なんていうか間接民主主義みたいな形じゃなくて、つまり誰か代表を立てて、例えばそれで言えば専門家っていうのを立って政治では専門家にやってもらうとか、科学技術について考えるのは研究者にやってもらうとか、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、直接民主主義みたいに、まあ、なんていうか選挙っていうか、まあ、ものを考えるのに、まあ、代表を立てる専門家にやらせるんじゃなくて自分自身にがやるっていうふうな、ことがパブリックエンゲージメントの、まあ、大枠かなというふうに思うんですけど、まあ、そうだとしてなんでそういうふうに直接、まあ、市民でも何でもいいんですが代理でやらせるんじゃなくて、我々が、そういうふうに参加しなければいけないのか、あるいはするのかっていうそこの動機、まあ、そもそもいけないのかなのかするのかっていうそこも聞きたいですけど、まずその直接か間接かっていうのが多分そうでもなくて、専門家は僕は必要だと思うんですよ。対処すべき物事が多すぎるし、全方向に知識を広げていくっていうのは無理だし、まあ、純粋に分業っていう意味でも、ただ何を分けて、どこを任して、どの部分を、私が我々が判断するのかっていうのの線を引き直したり引き直す能力を持っていた方がいいっていう考えですね。で、その動機はどこから来るのか、それは任せすぎると純粋に自分の権利が失われていくっていう不安と、もう一つはそういう問題自体が我々の生きる動力になるところがあると思うので、問題っていうのは我々の思考をドライブさせるみたいなところ、考えることがあるっていうのは純粋にそれだけで楽しいよねっていうところもある個人的な動機でした。まあ、質問はいろいろあったと思うんですけれども、そうあるなぜそうあるべきなのかということとそうしたいのかということだったと思うんですけど、たくさん言いたいことはあるんですが、端的に言うと、まずその間接民主主義というところで言えば、その代表者を選んで、その定期的に数年に1回選んで、住むほど現在の社会というのは利害関係とかっていうのがその単純ではないっていうことだと思うんですね。一回その、もちろん争点というのがあって、選挙して、政党を政治で選ぶんだけども、でも実際にはこう世の中のこう社会の中の、争点になることがたくさんありますよね。でそれを広く受け皿としてこう拾ってくれるような政党というのは現実にはなかなか存在しないというのが間接民主主義からそうでないこう参加の側へとこうシフトしていく、あるいはそういうものが必要だっていう意見が出てくるきっかけだと思います。それからもう一つ、あまり言うと長くなるので、専門家がいるのに、でこの専門家は例えば科学者っていう意味でのサイエンスの、専門家もあれば政治の専門家とかいろいろ言えるかもしれないような政治家としてでも果たしてその専門家、専門知識を持っているその技術とか技能とか知識とかの面で優れているこう専門家っていうのは、まあ、いるのかっていうとちょっとすごく言い過ぎかもしれないけど、っていうところに対する回路というか、そういうものも今あるのかなと思いますけど。僕は先に話されたお二人とは多分だいぶ考え方が違うんだなって聞いてて思ったのですが、僕が考えたのは何かある政治的政策決定をする場合、ある政治判断をする場合にその正当性がどこから出てくるのかっていう話 で、でその場合に何というか、誰かに誰かに決めてもらうっていうことを根拠
拠にして正当性を担保するっていうのはかなり無理があるんじゃないかなっていうふうにあの僕には思えていて、あのつまりあの、まあ、この辺りはおそらくですがハーバーマスを読んだことを通してあの思ったことなんですけど、あの要するに何か具体的なものに対して具体的な判断をするっていう場合にあのそれの正当性を問うことっていうのはあのかなり難しいというか、 あり得るとすればそれの手続きの正当性を問うことぐらいしかあのないんじゃないかなっていうふうに思えているんです。だからあの、つまり、事柄の正当性っていうのを手続きの正当性っていうのにあの 限らないと、政治判断の正当性っていうものが、そもそも議論できないんじゃないかっていうふうにあの考えていて、それを突き進めるとあの要するに全員が、ハーバーマスが公共権利用で考えたようにあの全員が、議論に参加して熟議して、それによってあの、まあ、そういう正当な手続きを通して判断を正当化するっていう筋道しか残らないんじゃないかというふうに考えたので、僕の動機というのは大体そういう感じです。はい、原田さんどうですか。まだ喋っていいですか。お待たせします。他に質問があるのか。はい。では他に質問があったらお願いします。そういう指摘なんですけど、で僕もないんじゃないかなって考えてます。で、じゃあ、 あのそういう、習慣がない人が多いとして、でそういった人たちが、公衆として機能するために、必要な条件って何っていう時に、あの、僕が発表の中で使ったカントの議論でいうと、それはあの自分が自分の頭で自分の理性でもって、それのみに、従って考える、あえて考える、そういう理性の使用に対する自由が保障されること、そういう条件をあの整えること、それがあのパブリックエンゲージメントを通して、要求される、求められることなんじゃないかっていうふうに僕は考えていて、で逆にそうすることしかないんじゃないかなっていうふうに考えています。
なんていうんですか、どうしたら日本でそういう主体が出てくるのかみたいな話でいうと、私は車椅子の、必ずしも意識してパブリックエンゲージメントみたいなこととか政治的な判断に参加しなくても、そのための第、まあ、市民が参加することへの第一歩みたいなのを踏み出せると思っていて、車椅子の人たちがのことが国会で議論になったのは、そもそもバリアフリー化が進んで電車に、車椅子に乗ってくる女性が増えた、それでトラブルが起きたりしていたということがある。別に彼女たちはこう政治的な意見を発表していたわけではない。だけどそれで、まあ、ただ電車ですとか百貨店ですとかはその女性たちに利用してもらいたいので、それに対する、サポートみたいなのも民間で勝手にしてた。それが議員が拾って、それが国会での議論になったみたいな関わり方もあって、私はそういう意味では、自分で、他の人に影響を与えることに自覚的に参加するみたいなことを書いたけど、必ずしも、まあ、自覚的に参加したいっていうのが私の欲望はあるけど、無自覚的にでもその表に市民が出ていくということ自体が何らかの一歩になると思いますし、あとちょっと山本さんのさっきの、正当性っていうのは手続きからしかないんじゃないのっていう、話に絡めて言うと、すごく気になるのは、手続きを通してでしか実現されない、政治的な参加っていうのが手続きを通してしか実現されないとすると、相当、理想的な状況でしか政治っていうのが回らないというか、そもそもそんなこと可能じゃないと思う。世の中的にニーズはいくらでもあるんであって、手続きの外で参加してるっていう領域が大量に確保されてないといけないと思うわけです。ごめんなさい、ちょっと急いでるのですごい雑な言い方ですけど、言うと議論が分散するか、ロッテで分散するかもしれませんけれども、私は今の青木さん のコメントというかに対して2つ思うところがあるんです。一つは、パブリック、まあ、パブリックというか一般の人々というか公衆とかいうものが日本に存在するか存在しないかとかっていうところの議論というのはあんまり、意味がないというとちょっと言い過ぎですけれども、重要ではないと思ってて、それはだってヨーロッパだって、ハーバンスなんかがどんどんこう言っているように、ある時期からそういう話が言葉にしたら出てきてくるし、概念化してくるしっていう形で出てくるわけですね。17世紀中頃以降っていうふうに確か書いてたんですけれども、ですからそれと同じような仕方で日本でも広がっていけばいいんじゃないかなと思ってます。ただそこにはそうあるべきだって規範性まで読めないので、まあ、なっていけばいいなというのは僕はあくまで私の希望的な観測というかなんです。で、そこについてじゃあ現状ないんだからなかなかできないじゃないかっていうところに関して、私はやっぱりだからステップとしていきなり政治的公共性とかっていうつもりもないし、こうみんなでワイワイ集まって難しい本を読んで議論しましょうとかっていうことでもなくって、そのもうちょっとこう前の段階として、まあ、ちょっと集まる場所があって、それは例えばその先ほど出したマジライブラリーみたいなものでもいいし、哲学カフェみたいなものでもいいし、お茶でも飲みながら普段こう全然知らない人とこう合わせて、でたまには書評カフェとかがあったりするわけですよね。でそういう形でこうちょっとずつこう人が集まる場所とか会話する雰囲気みたいなものが広がっていって、でこう行けばそれがゆくはというか、まあ、次第に文明的、公共性みたいなものとか政治的な問題にこう関心がシフトしていって、その機能したりとかっていうことにつながっていくんじゃないかなと思っている。その間にもうだいぶステップがあって、私が今考えているのはもうかなりこのその最初の段階。はい、フランチスカさん。私は日本人ではないんですけど、ちょっと外からの見方から答えると、まあ、青木さんがおっしゃった疑問はよく聞いたことはありますけど、まあ、実際の経験から言うと、なんかステレオタイプに過ぎない気がします。ドイツでもみんな専門家とかに批判する人もではないですし、まあ、問い合ってしまう人もたくさんいます。だから
まあ、逆にその性やタイプちょっと別として、あの、まあ、森本さんもおっしゃったように、あのもっとその話せる場を作ったらいいなと思います。あの、まあ、むしろ今もあのいろいろそういうあの、まあ、小さいでもあの動きはある気がしますし、あのむしろその専門家の問題に、ね、感じます。あのその動きとかあの一般の人が何言ってるかあの聞いてくれない問題が多いと思います。あの今もう一つあのカシさんのステレオタイプなんじゃないかというところで思い出したことがあって、反対に八木子さんという CCD の、先生がおられるんですけども、彼女なんかはずっとあのいろんなところ日本全国回って塾技キャラバンというあのことをやってたんですね。つまり哲学カフェとはちょっと違うけれども、こう対話集会みたいなものをずっとこう全国で開いていって、最先端医療の問題について、どういうふうに思いますかとかっていうのをこう、まあ、集会とか対話の場を作って、でその時の経験とかをあの6月に出た反対ニュースレターというのを記事にあのまとめているんですけども、そこで言われているのは、あの日本でもあの対話の場っていうものを設定してあの作れば、用意すればあのみんなこうワイワイ議論するっていうあのことを書かれていて、まあ、あの人がどうあるかっていうよりはなんかこう環境 の, あの設計というかあの用意というか、そこら辺が重要なのかなというふうに思ったりもしています。見てることがあるので一旦おきます。はい、まあ、そうですね。他はどうですか。あ、じゃあ藤野さん。遠くから失礼します。マイクは必要ないぐらい大声で喋るので大丈夫かなと思います。使います。鈴木さんにお伺いしたいんですけども、先ほど関節民主制の話が出てたので、それに絡めてお伺いしたいんですけども、あの森本さんがですね、あのまあ、関節民主制は、まあ、やっぱりどう考えても不完全なところが、まあ、あるという立場だと思うんですね。だから我々のパブリックの意見を十分に知り上げるシステムじゃないとおっしゃっていると。で、おそらく矢本さんは、しかし今手続きというものに乗っ取らなければ正当性主張できないという立場で、おそらく、まあ、関節民主制については何というか、まあ、ある意味、まあまあ、不十分だが仕方ないという立場でおそらく発言されたんじゃないかなと思うんですけど、理解正しいですか、大丈夫か。理解正しいですか。関節民主制については、まあ、手続きを残ってしか正当性主張できないから、まあ、不十分ではあるけれども、まあ仕方ないというような立場で発言されたのではないかなというふうに理解したんですけれども、それは、違うならば、とりあえず本論と関係がないので一旦思います。で、それに対して、鈴木さんの先ほどの、まあ、パブリックエンゲージメントが、我々がその意識してなくても、実はその、まあ、例えば、先ほどのレアのデパートとか、まあ、例えば減税するとかが、自分たちの、まあ、営業上の、まあまあ、利益のためではないんでしょうけども、しかし、まあ、たくさんのお客に支持されたいという思いから、まあ、車椅子の方に対してこのもっと利用しやすいようにとやっていくと、政治家がどこからかそれを拾い上げて、あの実際に法案が通ったりする。つまり手続きの外側でもうパブリックエンゲージメントは実は達成されているような側面があるというふうに話されたと思うんです。でもしそうだとしたら、パブリックエンゲージメントは達成されてしまっているわけで、間接民主制でいいじゃないかという話、つまりちゃんとみんながある程度真剣に取り上げて声が大きくなれば今の政治でも十分だという話になってしまいそうな気がするんです。でもしそうだとすれば、あの手続きっていうものの外側があるっていう言い方も何か少しおかしい気がするんです。つまりちゃんと手続きにのっとった機会を通してそういったパブリックエンゲージメントが発されると、まあ、僕はまさかそんな理想的な話にならないだろうと思うんですけども、しかしまあ理屈の上では理想的な状況が実は成立してしまっているみたいな話になってしまうと思うんですけども、その手続きの外側っていうものについて、むしろ手続きの中にパブリックが入っていくんだっていうような話じゃなきゃいけないと思うんですけども、それ今どうなんでしょうか。常に、まあ、手続きを通すことによって達成されてしまったものもあるっていうだけであって、今の間接民主制度の状態が、いいとも思ってないですし、パブリックエンゲージメントは全然できているとは思ってない。ただ至る所でそれは起こっているとは思います。というのは、何が言いたいかっていうと、まず、まあ
意識的に政治参加するとか、例えば政治家の事務所に電話かけるみたいなルートもあると思うし、そういうのが間接民主主義の使い方ではあると思いますけども、それが現状のままで全部成立するかっていうと必ずしもそんなことはないと思うわけですね。車椅子の例は、車椅子とかあのベビーカーを持ったあの、人の 例は偶然取り上げられた。まあ私が大事だなと思うのは、まあ、それが取り上げられるか取り上げられないかっていうことよりも、ベビーカーに乗って電車に乗ることによって、そもそもコンフリクトが起こる、政治的判断の必要な状況が起こるってことですね。そこが重要だと思っていて、それがあの取り上げられたか取り上げられてないかっていうのは別の問題で、もしそれが政治家を介さずにそこの、居合わせた人同士の間で解決できたりとか、他の回路でもって解決できるなら、それはそれでいいことだし、なんていうんですかね、そういう政治的な問題を全部、手続きを通してしかあのできないような状態っていうのも危険だと思うわけなんです。だからあれが必ずしもすごく理想的な例として紹介したいわけではなくて、そもそもでも出てきてぶつかるっていうこととか重要でしょということで、その次にようやくその問題に対して自分が、どう、知覚的に議論していけるかとかいうフェーズがやってくるのかなと考えているわけですけども、答えになってますか？行ったり来たり。おっしゃっていることはおそらく、まあ、それほど問題なく理解できていると思うんですけど、それがそのパブリックエンゲージメントと理解されたときに、その例えばその政治的なものを介さずに解決できればそれはそれでいいってなってしまうと、そのパブリックっていうものが何か多分僕の考えとも違うものを想像されると思うんですね。もちろんそのパブリックは政治的なものに限らないんだというそういう言い方はできると思うんですけど、しかしその場に居合わせた当人たちが解決できるっていうのは、それはそのパブリックな場では起こっているかもしれませんけども、その議論はパブリックな議論じゃないですよね。そうですね。そうですね。だからあのパブリックが、そうですね。だからやはり私のしてる議論っていうのはパブリックエンゲージメントが大事だよっていうよりは、どう我々が自分以外の他者にも影響を与えるようなことに、まあ、それはもちろんパブリックなことも含むことに、そしてそれがしばしば、まあ、政治的な問題になるような判断に、参与していく主体となるかっていうことなのかな。で、そうだと思います。ちょっと、かなり乱暴かもしれませんけども、他者といかに関わるかという問題だ。そうですね。そうですね。その時の他者というのはパブリックではまあない、あるいはなくてもいい。パブリックっていうのをどういうふうに想定するかだと思うんですけれども、そのパブリックっていうのが ある利害を共通にはしてるけれども、そこには必ずしも居合わせないような誰かで、まあその一つの、集団としてまあ、日本国民というようなやり方で、まあ、一つの協約のもとに出来上がるような集団みたいなものを指すんだったら、まあ、おっしゃるとおりそれは違う話かなと思いますけど。わかりました。おそらく何かややこしい話にもなるでしょうから、一旦ちょっとお答えしていただいて、ありがとうございました。藤野さんの質問、僕も実は同じような疑問があって、ちょっと重ねて鈴木さんに限らないのでお聞きしたいのが、藤野さんの疑問って、要するに政治権力に対して実際に働きかけていって、その政治権力の中に介入していかなくていいのかっていう話だと思うんですね。つまり政治権力の外部でそのわちゃわちゃと議論をしていて、その手続きに対しては全く手を触れないでいていいのか、つまりその条例とか制度とかそういうものに対してアプローチをしないで、単に議論の場を用意しておくだけでそれだけでいいのか、それと違いますか？僕がお聞きした限りの印象から言うと多分違います。いや、すいませんでした。そんな熱を持った発言ではなかったと思います。じゃあ全然関係ない質問です。
山本さん、そうですね、つまり市民パブリックエンゲージメントが最終的にどこを目標にしているのかなっていう疑問があって、というのはつまり森本さんがおっしゃっているような町ライブラリーっていうのは、まあ、実際には政治的な公共性というよりはむしろ文芸的な公共性がそこで実現されているんじゃないかという話だと思うんですね。でそこからその政治的な公共性に発展させていく、させていった方がいいと、まあ、森本さんは考えているのか、それとも、まあ、そうではないのか、つまり言い方を変えると、そのもともとだからハーバーのその公共性の構造転換という本を紐解いていくと、市民っていうのが誕生するのは市民権力に反抗する人々だからなんですよね。だからその意味で言うとパブリックというのはあくまで権力に対して対抗する人々を指す言葉を例えば、もともとはそういう意味だった。だからパブリックエンゲージメントというとやっぱどうしても政治的な参加を、まあ、誰でもイメージすると思うんです。だけど政治的な参加をするのではなくて、まさにまあ、森本さんが別の論文でアーンスタインっていう研究者で、まあ、最終的には市民の自主管理を目指すんだ、権力を打倒して市民によって権限をこう奪回するんだっていう、まあ、ある種の、まあ、夢物語というか理想のようなものを掲げて、制度とは離れたところで活動し権力に対して働きかけていくんだっていうところまでパブリックエンゲージメントは進んでいくべきだとお考えなのか、それとも そうではなくて、そういう、まあ、異なる、まあ、普段の出会わないの人々と公共の言葉について語り合うだけで、まあ、完結して、それでパブリックエンゲージメントがそれでいいんだっていう考え方なのか、これ結構イメージが大きく違うと思うんですね。でそのあたりはその、まあ、皆さんどういう考え方を、まあ、主に、まあ、例えば森本さんはどういう考え方を持たれているのかなっていう疑問です。僕に関して言うと、一番最初に上さんがおっしゃったように、今、パブリックエンゲージメントの試みなんかで、生まれつつあるような、まあ、公衆っていうか、まあ、パブリックな人たちっていうのが政治的なパブリックにまで、まあ、発展する必要がある、僕はそう考えます。私の目指しているのはというか、こうなればいいなというその希望としては、政治的参加というところまで行くというかね、一般の人々がその社会の、まあ、問題とか、まあ、公共的な出来事問題に対して自らの、問題として考えて積極的に、まあ、その取り組みというか、関わっていく、政治的な経験に関わっていくという方向性を目指してて、で、じゃあそれは豊さんが出してくれた町ライブラリーで起こるのかっていうと、そうではなくて、あそこは、まあ、豊さんに言われるように、まあ、こういうことをまだ始めたばっかりなのに私がこう断定的に言うのはすごく気が引けるんですけども、文芸的な公共性みたいなものだろうなと。しかももうちょっとうがった見方をすると、あれはその大阪府立大学の、まあ、町ライブラリーそのものはもっと違う、森ビルっていうところの社員さんがこう考えて始めたことですけども、あそこの私が出したものは、大阪府立大学 の, こうプロジェクトの一環としてやってるので、そういう意味で言うと、一般の人々がこんなものが必要だって言って、ああいうものを作って、でそれをみんなに作っていくというよりは、なんか社会実験的に行われているものなので、見方によってはこう私が言っていることを考えていることに逆行するというか、それとは全く逆の動きからこう起こってきているという言い方もできるんですね。でもまあ環境が大事だ、つまりその場の設定が大事だというところで言うと、面白い試みじゃないかなと思っているし、私もその可能性に期待している。さっきの藤野さんの、に聞かれたこととも多少関連するんですけども、間接民主主義という、間接民主制ですか、それにここにいる人は多分みんな限界を感じているのかな、まあ、感じているんじゃないかなと勝手に妄想するんですが、
少なくとも僕の場合は先ほど森本さんと鈴木さんがおっしゃってることからすると僕は多分お二人とは立場を異にしていて、つまりお二人はケア、まあ、配慮ですね、配慮がきちんと行き届いていないから間接民主制には問題があるというようなふうに考えておられるんじゃないかなというふうに思ったんですけども、違うんですか？あれ、さっきそう言ってませんでした。つまり手続きとかだと行き届かないところがあるからっていうふうにおっしゃってましたね。手続きが、それはケアの問題なんですか？ケアというか要するに配慮の問題じゃないですか。そういうのって配慮が行き届かないっていうそういう問題じゃないですか。純粋に時間的にもう無理だよね。車椅子、例えば車椅子の例を挙げておられたときに、ああいうのは政治だと行き届かない場所なんですよね、例えばですけど。いや、あれは行き届いた例ですかね。政治が行き届いた場所なんですか。結果として。あ、結果として。僕、そこはね、コメントがあるというか、見たことあるんですけど。はい。鈴木さんがでちなみに、車椅子じゃなくてベビーカーですよね。それも途中からいつの間にか車椅子があったらと、まあ、些細なことなのでいいんですが、そのスライドを見せながら紹介していた時にこういうのじゃないと議論にならないとかしないのは嫌だなと、つまりいうふうに言われてたと思うんですね。で、鈴木さんの発表はその鈴木さん自身がどうすればこのパブリックエンゲージメントにこう関わっていくかというか、そういう動機づけになるかという話のところで、ベビーカーの話がこう NHK でやってるとか、国会で議論するとかって仕方でないと、鈴木さんのところのこう関心にこう降りてこないと、ね、いうことが嫌だなということだったのかなと思いながら聞いてたんだけど、その点でいうと、結果的にこれがその法律の形で何らかのこう規制がなされるとかっていうことになったとしても、私はちょっとそれは先ほどから出てくるハーバンスの用語で言えば私たちが動かしたとか政治的な公共性の中でっていうのとは違う、もうやっぱりこう貢献力の側からそれはニュープロセスじゃなくて何せね決まりじゃなくて手続きの話先ほどされてましたけど、それは私手続きの外でも何でもなくて内側だし、しかもそれは貢献力の側のあくまでもじゃあその百貨店とか大きな利害関係を持っているところを政治的な影響力を持っているところがこれだと困るからということで、全然その一般の人々とかっていう、まあ、だから一般の人々はとってもそこがまた複雑だから難しいんだけど、で私はだからそれは結果的にも理想ではないと思ってるんですよ。僕も理想ではないです。あれはネガティブな例の代表ではシーポジティブな例のつもりであってポジティブな部分っていうのは一点だけです。僕があれをポジティブだと言いたいのはそれは一番最初その結果的にその百貨店の利権とか少子化問題というのを考えないといけないよねとかいう動きと絡んだ結果成立したし手続きの中で成立したんだろうしということなんだろうけど、ただそれを誘発した理由としてやっぱりどうしてもそのベビーカーを乗った人たちが表に出てきたっていうことがあって、それは別に彼女たちが意思を持って参加しようと思って参加したとかそういうようなものでもないと思うんですね。だからそれは車椅子とかのためにバリアフリー法案みたいなのがそれの前に通ってたから結果的に出てこれたとか、保育所がないから電車乗らないといけないからトラブルになる時間も出てこないといけなかったみたいなこととかがあるんだけど、だから何が言いたいかっていうと、視覚的にこうエンゲージする以前にただ単にそこにいるだけのことによって政治的、問題化が起こる、問題化されたらまあそれが、理想的な方法で議論されるのか、それともそうでない方法で議論されるのかわからないけど、それは議論になったりするよねという、そういうスタートになるよねというので、必ずしもパブリックエンゲージメントのスタートは自覚的なところだけではないよねっていう自分に対する批判でもなくポジティブなところ、そうですね、山本さんの誤解からまた議論が深まっていくという素晴らしい展開だと思うんですが、時間がそろそろの感じなので、何か全体から他にこれだけは一つ聞かせてくれというような質問があればぜひお願いします。
他に。じゃあ藤野さんお願いします。すいません、先ほどの鈴木さんの話に対してやっぱり聞きたいなと思うんですけども、今その個人がただそこにいるだけでパブリックエンゲージメントが始まっていると、で、なんかおっしゃりたいことは分かる気が、まあ、一方的にしてるのかもしれませんけどするんですけども、もしそうだとしたらパブリックエンゲージメントってその提唱する必要すらない概念になってしまうんですよね。でも多分出ていかないといけないということはあると思って、それが物理的でなのか何なのかも分からないけど、ただ出ていかないといけないっていうと、しかしその当然先ほどのベビーカーの例ですと、ベビーカーをまあ押していってですかね、押して行動した方々はお前らもっと出ていけよって言われたから出ていったわけではもちろんないわけですよね。なのでつまりこれはちょっと楽観的な言い方だと批判されると思うんですけども、必要があればそのおっしゃるコンフリクト起こるはずですよね。それはだから鈴木さんの言ってることはちょっとなんか違うんじゃないかなと、あ、鈴木さんを否定するわけじゃないんだけど、その個人が言えばパブリックエンゲージメントが起こるんではないし、それをまあ起こったというふうに見るんだとするとその見方も違って、まずベビーカーの件に関してはたまたまそれが結果として政治的な決定につながったけれども、それはまず重要な点、ポイント2つだと思って、1つはその必然ではなくてあくまでも偶然な話だということと、もう一つはそれは個人がそこにいたからというよりはそれは公権力にとって都合のいいような、何らかのこう要因と結びついていたから、結果的にそれがそのベビーカーで不便している人にとっても結果的に都合のいい法律なりその法制度に結びついただけであって、いやしかしちょっと鈴木さんの話にちょっと僕へ答えずにかもしれませんけども、政治的なプロセスじゃなくても構わないという話でしたし、そもそもパブリックエンゲージメントの達成というのはそういった問題が生じたときに問題が解決するかどうかじゃないと思うんです。だってその達成されなかったらパブリックエンゲージメントが達成されないってことをすると、利害の敵対があった場合どちらかが採択されて僕の方はすみません我慢してねって言ったときに、パブリックエンゲージメントって何だったのかって話になってしまうと思うんですよ。だからその政治的にたまたま、利害関係に結びついてこの法案通りましたっていうことが重要だとは思っていなくて、うん、そもそもなんていうかパブリックエンゲージメントっていうものがそのなんていうかそのまあある意味、自然発生といえばいいんでしょうかね、その始まり方というかみたいな言い方になっているのが少し気になるというか、もっとなんか勝手な言葉からのイメージなんですけども、個人個人が私はパブリックの一員であるという自覚のもとにパブリックに対して動きを発すると、でその上でパブリックな議論を通じてそれが大多数の意見であれば、それがやがてより大多数の人に影響力を持っていって一つの声が発生されるというような、そういう見取り図に見えるんです。だとしたらそれは誰か何て言うかな、その私はこう主張するという意思を持った人が動議を発しなければ始まらないと思うんです。でそうでない限りパブリックエンゲージメントっていうものは何ていうかただ自然発生するものですっていうのと何が違うのか僕にはわからないという感じです。だからベビーカーのところから言うと結果としてその何かが起こればいいというわけではなくてっていうのは私もその通りだと思ってて、結果にもプロセスの方が重要だと、そのために単に多数決でというよりはそのあらかじめある利害関係を自分であり理論なりで調整するというプロセスが大事なんだと思うということと、その最後の方で言われていたやっぱりその一人一人が自発的にというところで言うと、そういう意味での市民ないしその報酬というのは先ほど青木さんが言われたみたいになかなか見つけが難しいなと思いつつ、ただそうやってやればあかんのちゃうと言ってるのがおそらくここら辺にいてる人なんじゃないかなと、少なくとも我々のパブリックエンゲージメント大事だし、もっと主体的にやっていこうよということを呼びかけていてる、ので鈴木さんの話はその自然発生的なものじゃなくてもっと自覚的に起こしていこうということなんですか。私最初に言ったように自覚的に参加するようになればなるという方向に向かうにはどうすればいいのかということを考えたわけですけれども、ただこういうことが始まる条件としてあくまで条件として
的じゃない部分もあるでしょうと、そこに対するそれが十分ですとは全く言ってなくて、自然的に放置していれば全部始まるんですよって言ってるんじゃなくて、参加の部分には自覚的な参加の部分と自覚的でない参加の部分がある。もし、まあ、我々が自覚的になった時に何、か、関与して、それに影響を与えていくんだったら、無自覚な参加の仕方っていう部分にも目を向けていかないと、そのデザインの仕方っていうのは、まあ、ちょっと不完全じゃないよっていうようなところにつながっているのかなと思うんですけど。いや、はい、ありがとうございます。よく分かったと思います。はい、ありがとうございました。まあ、議論も全然尽きないんですけど、時間なのでそろそろ締めたいと思います。4名様どうもありがとうございました。